どうもフロゼロと申します。今回は久しぶりの考察動画ということで、5月17日に登場する新キャラについて考察していこうかなと思います。結論から言うと、17日には超フェス青ディフェンダーの神獣ヤマトが来るんじゃないかなと思っています。理由は主に2点。1つ目は超フェスの流れ。バウンティーではある程度物語に沿ってキャラが登場しています。この前の4周年は鬼ヶ島頂上決戦というカテゴリーからオリン、神獣カイドウ、ゾロの3人が登場しました。原作ではその後飛び六方との戦いが続き、カイドウ、ヤマトの親子喧嘩、キッドロー対オリン、そしてゾロサンジ対王看板といった流れになっています。今回の超フェス対抗馬としてよく見かけるのが内入りサンジだと思うんですが、内入りサンジの明確な戦闘シーンが描かれたのはバーサスクイーン戦。先日アニメで放送されてかっこよかったんですが、ヤマトカイドウの戦い、そしてキッドロー対オリンの戦いを差し置いて登場するかと言われると、可能性はちょっとやっぱ低くなっちゃうのかなと思ってしまいます。シンルフィという意見もそれと同様で、さすがに早すぎるので可能性は低いのかなと思っています。多分サンジとかは前のキングみたいな感じで、まあ8月9月とかに出てきて、でルフィとかは5周年に回るみたいな感じだと個人的には思ってます。2つ目は役職。前提としてヤマトがディフェンダーだと思っている理由なんですが、すでにゲッターで超フェスとして登場していること、そしてヤマトが食べた犬犬の実幻獣種大口のマカミが和の国の守り神と言われている点です。ゲッターっぽい感じがめちゃくちゃするんですが、超フェスで役職かぶりが発生する可能性は高くないと思います。で、今回ディフェンダーが来ると思っている理由はいろいろあるんですけれども、一番の要因はハーフアニバーサリー記念のキャラ。1.5 周年、2.5 周年、3.5 周年の超フェスは環境の覇権を取ること、そして原作とは少し外れたキャラが登場するという傾向があります。で、このことは 4.5 周年にも起こると思っていて、その条件を満たすのが青ゲッターの黒ひげとかなんじゃないかなと思っています。ヤマトが仮に 4.5 周年に来た場合、鬼ヶ島キャラっていう点や、ディフェンダーで覇権を取ったら4周年と同じようになってしまうという、まあゲッター環境とも言えるんですけど、まあでもそういった不都合が表向きには生じちゃうと。かといって5周年に実装させてはあまりにも遅すぎるっていう、まあとにかくそのこの時期にヤマトを実装するのが一番タイミングいいと思うんですよね。自分の中では今回青超フェスディフェンダーを実装して、4周年のキャラがきつくはないものの青の数を増やしていく、そしてその後 4.5 周年に青ゲッターを登場させて青を完全復活させるのではないかなと思っています。神獣カイドウとこう相性が悪い感じになって、いい意味でね、こう原作再現になるんじゃないかなみたいな風に思うというのも若干含んでます。ここまで来る理由を話してきたんですが、もちろんね引っかかる点もあります。神獣ヤマトが登場するとおそらく凍結状態を使うキャラになると思うんですが、先日実装されたブルックと役割がもろかぶりするんですよね。そんなすぐに役割がもろかぶるキャラを出すのかと言われると、正直なんとも言えません。個人的には神獣ヤマトが一番流れ的に綺麗ですし、可能性は高いと思っているんですが、急に新キャラを登場させる時点でね、もうちょっとよく分かってないっていうのが本音なんで、ひょっとしたら超フェスとかじゃなくってそもそもフェス限でしたみたいなオチもあるのかなっていうのを考慮すべきかもしれませんね。てな感じでね、終わりたいなと思います。久しぶりの考察楽しかったんですけれども、あんま鵜呑みにはしないでいただきたいという保険はかけておきます。まあでも神獣ヤマトじゃないかな、どうなんだろう。まあ皆さんのご意見もお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。